はい、M キャストのマコネです。今は、5月20日の、1時2分。と、なんかね、もう、仕事終わって帰ってきてから、M キャストを収録するのがものすごく軽くて、喋りたい時、ある時に収録しておいて、で、あとは、気分次第で配信っていう感じにしばらくしたいと思います。気分が乗られてやっぱね、楽しくないし、楽しくないと続かないんだもん。そんなわけで今日は、16時間断食じゃなく、今日は、5月20日12時過ぎてる、もうお昼のね12時過ぎて、もう新月に入ってるの、今月の新月は、5月20日の12時6分ぐらいだったかな、からだと思うので、もう新月に入ってます。なので、新月のお願いを今日は書きながら、収録していきたいと思ってます。まあ、風邪気味、まあね、そう、まあ、分かったよ、だいたい。そう、寝てる時に何もかかってないんだろう。ほぼ T シャツ1枚で、そう、薄い T シャツ1枚で、ゴロッとしててそのまま寝てるんだから、それは風邪は治んないよ。正直思ってるんだけど、まあ、気にしない。うん、じゃあ、先月の新月のお願いは何だったかなっていうのを、書いてありました。達成したのあったかな？ないな、多分。9月21日の1時からが、新月のお願い事の、4月はね、先月は4月21日だったんです。で、1番はね、10回たちの1番は、私は4月30日に体重測定で95キロになることができました。できなかったです。100キロ切ったのは、ほんと3回ぐらい前。全然ダメや。で、私のヒルビル補足のチャンネル登録数が5月20日までに200人になりました。なってません。はい、私は4月30日までに長岡市役所に行って保険証とマイナンバーカードの問題を解決することができました。してません、ほったらかします。うん、私は YouTube の、アナリティクスを、ザッピア経由で Google スプレッドシートに飛ばして、ワンクリックで解析できるシステムを作り上げることができました。いや、できないというか、システム的にこれ調べた。これは調べたけど、システム的に、現状のシステムはできないということが分かりました。いろいろね、やり方があるかなと思って調べたんだけど、現状は、YouTube のアナリティクスと情報をザッピアに飛ばすことができないっていう仕組みに今チェンジするってことが分かったのでできません。で、5番目、私は5月20日までに自転車を自分の手で直して法隆神社に法隆様に会いに行きました。いや、全然直してない。そう、直す道具を買っただけ、直すから道具を買っただけで一歩進歩十分で、6番目は、私のマコイズムのチャンネルの登録数が5月20日までに300人になりました。と、現状ね、170くらいだったかな。でも、1週間ぐらい更新してません。なんか、ちょっと自分のモチベーション的にこれをずっと続けていくのは無理だっていう風に私の中で結論付けました。と、今後マコイズムの方をどうしていくかっていうのはまだ全然検討中です。はい、7番、私は洗濯機のホースを正しい場所に設置することができました。してません。忘れてた。私はメガネの手に入れることができました。いや、メガネも買ってない、全然覚えてなかった。私はジョイフィットのメンバーと誤解なく何でも話せる、関係を築くことができました。いや、半分は達成したかな。はい、10、私はセプテムのマコ、マキに会うことができました。いや、会えてません。まあ、そんなわけですね。まあ、達成できたものも達成できなかったものもあるし、むしろ達成できなかったものが多かった気もするんですが、まあ、私はね、1ヶ月の目標っていうわけじゃないけど、長期目標、どうだろうね、もっと大きい長期目標にする、大きいもっと長期目標にしようか。
どうだろう。でも大きい長期目標だとそもそもあの何も進展しないまま終わってるみたいなのも多い気がして、まあ、それもねちょっと面白くないかなと思う。いい。じゃあまあ10個のうちの5個は長期目標。違うな。中期、長期、短期、超短期。なんだそれ。超長期。どうしばいいの。超長期。書く。長期で長期目標、中期目標、短期、もう久しぶりに漢字書いたら書けなかった。短期目標で超短期目標。はい、決めました。今月はそう超長期目標。そうこれはもう妄想に近い妄想に近いで長期目標は長期的に実現したいというもので、中期目標はまあ1年以内ぐらいに達成したいで、短期目標はまあ3ヶ月ぐらいの間に達成したいで、超短期目標は1ヶ月以内に達成するというものでいきたいと思います毎月ねコロコロ変わってるんですが、まあいいでしょう。はい、これもいつものノートに書くので、まあ来月読み上げられるんじゃないかな。最近あんまりノートを活用してないのでさあこれで5個なので、1,2,3,4,5 2個ずついきたいと思います。では長期目標長期目標、そうね、いろいろなところでお話ししてますけど、私の、一番の遠いというかビジョン、そう一番私にとって重要なビジョンというのは、まあ、世界から100年後の未来に世界から悲しみの涙を流す人がいなくなる世界を作るということが私の中の一番大事な、ワールドビジョンというか、まあ何だろう、ソウルビジョン、そうソウルビジョンだってソウルビジョンなんて言葉があるかな。ありそうな気もするけどね、ちょっと後で調べてみよう。ソウルビジョンとかソウル使命みたいな、言葉がある気がするんだけど、魂のビジョン、魂の、使命、とか、まあそういう言葉があると思うんだけど、まあ、あとね、チャット AI と相談してお話ししたいと思います。そんなわけで、一番私にとってこの一番遠い長期長期目標っていうのは書いとこう。100年後、違った。私は100年後の未来、第2と悲しみの涙を。できました。ありがとうございます。といってもね、100年後の未来に、私が生きてるわけじゃないので、まあ、それはね実現するかどうかっていうか、実現する世界を、まあ、私はあの世から見るということにしています。はい、で2番、これも超長期目標ね。
そう、2番は何にしようか。本当春に街出ると本当おしゃれな人が多いよね。羨ましい。そう。おしゃれさんになりたい。あ、これ中期目標にしようかな。2番目、100年後の未来に悲しみの涙を流すことがない世界にというのは、私はね、貨幣文化、紙幣文化、貨幣文化、そう、いや、漢字が出てこない、お金がない世界にする必要があると思うの。お金に支配されているうちは、平等な世界にはならないって思ってるの。そう、そういうふうな私の中のビジョンがあって、なので私はお金の存在しない未来を作ることができました。ありがとうございます。まあ、これもね、そう、まあ、いずれ世界中お金がないっていう、お金の存在しないっていう考え方にたどり着くんじゃないかなっていうふうに私は、思ってるし、まあ、そうなるはずだと確信があるんだけども、まあ、これもね、1年2年達成できるわけでもないし、ベーシックインカムとはまた全然違う、ベーシックインカムのさらに先で、紙幣とか貨幣の経済がその先に行って、電子マネーとか、見えないお金の時代ってくると思うのよ。そう、ちょっとずつね。でその先に、お金の価値観がまたガラッと変わる。さらにその先に初めてお金のない世界というものができてくるかもしれないとは思ってるけど、これもね、数年ということでできるわけじゃないので、超長期目標ということで書きました。で、3番目は、3番目は長期目標。長期目標は、どうしようかな、5年、さっきは3年って言ったけど、3年じゃちょっとね、どうする、で1年じゃちょっとね近いから、5年にしようか。じゃあ5年以内、いや10年にしようか。そう、10年にしよう。長期目標、10年以内に達成する目標ってことで長期目標にしたいと思います。そうね、10年以内だったら、私の声聞こえる、いや、マイクから撮ってる方から聞こえると思います。もし音声が低かったら、あとでイコライザーでピッと上げて編集するから、許して。今日から暖かい格好して寝るっていう。一番最後は今日から暖かい格好して早く風邪を治すってことをします。そう、じゃあ10年以内の目標ね。そうね、10年以内ね、10年以内か、10年以内、10年以内っていうと結構リアル考えたな。10年以内、みんなどうだろう、10年以内に、自分で達成したいと思ってる目標ってある？そう、人によってはね、お金の心配ない世界、お金の心配を全くしないで全部、生活をできるようになりたいとか、いろいろあると思うんだけど、どうだろうな。そう、私はね、お金っていうキーワードを自分の中に入れようとすると、もうそれね、拒絶反応しちゃうのよ。そう、ビジネスとかお金というものに対して、私は潜在意識の中でね、嫌だっていう気持ちがあって、それに対して、それをね、いい方に持っていくっていうことももちろんできると思うんだけど、そう、そこは私の中で、いい方に持っていきたくないわけ。そう、っていうのは、私はお金が悪だと思ってた。そう、お金が必要悪、
悪だと思ってるというよりも、あのお金っていうものがいろんな社会のいろんな問題を作り上げてると思ってるから、お金がない世界っていうのが大事なことだと思ってるの。となると そのお金にしがみつく自分も嫌なんです。だからまあお金はいらない。で、いいこと考えて、10年以内に私はお金がなくても自由になんでもできる自分になることができました。ありがとうございます。名言だね。久しぶりに外で収録してるから、まあ昨日の夜も外だったから、昨日深夜だったからね。なんか今日は乗ってるね。乗ってるんだけど、ちょっとね、おお、なんか今日は腰が痛い。そんなわけで、3つ目は10年以内の目標として、私はお金がなくても自由に何でもできる自分になることができました。お、2つ目、3つ目。で、4つ目。4つ目はどうしようか。4つ目は、そうね。そうだな、何がいいかな。4つ目、何がいいかな。なんか喋ってるうちにいいことを考えてきそうだね。4つ目は、まあ、さっきね、お金がなくても自由に何でもできる自分になれることができましただったので、4つ目は、そうね、まあ、彼氏が欲しいとかそういうのはないしね。そう、私はね、人と一緒に暮らすのは無理だよ。そう、ズボラだもん。で、いつも部屋をきれいにしとくっていうのは、まあ仕事ならできるけど、プライベートは無理。そう、あと人が来るときにきれいにするっていうのが私の精一杯できること。うん、だから毎日部屋で、ライブ発信なんて絶対に無理。そもそも外出るときに毎日メイクするってことができないのか。まあ今日もセッピーで、いいの。まあそんなわけで、どうかな、物欲に関するものではなくて、もっと精神的な部分にズバッていくような何かないかな。世界中を旅する。そう、やっぱね、私は世界中の友達に自由に愛に行ける自分になることができました。あー、いいね、ありがとうございます。まあさっきとそんな違わないけどね。そう、まあ、さっきのね、お金がなくても自由に何でもできるをちょっと広げただけで、私は世界中の友達に自由に会いに行ける自分になることができましたにしました。そう。まあね、まあ、写真家として、ね、写真を撮ってで思うんだけど、なんだろうな、 YouTube もそうだし Instagram もそうなんだけど、日本、私は、ね、一人称だから、まあ、一人だから、私が見て歩くものってそんなに、
24時間ずっと街をみんなが写真撮ってても、まあ、24時間前全部ね、全部のカット写真撮ったとしてもさ、まあ、計算できるわけよ。多分あの何兆枚ぐらいぐらいしかそう、まあ、1秒間に、まあね、あのあの物理的で物理的なものを、まあ、計算すると、まあ、1秒間に多分ね、まあ1秒間にそうだな、そう多分、うん、1秒間に10枚写真が撮れるとしよう。そうってことは、1分間に600枚で、1分間に600枚ってことは、1時間で、36,000枚、36,000枚ってことは24時間で、何億そう感じってことは、まあ、あの1年間通しても、まあ、そんなに、ね、あの計算できないような数字にはならない、うん、だからまあ、ね、私自身が一人でこんなに気を持って、まあ、あの全ての、ものにあのカメラを向けてもう写真を撮り続けても、まあ、あの撮れる枚数なんか高が知れてる。そうまあね、まあ、写真ってさ、最終的に選ぶのが大変だから、そう選ぶのが大変だから、まあ、撮るよりも選ぶ方が全然大変だから、ってことで、そのね、1枚の写真を作品に組み立てていく、そしてそれをまあ写真展 に組み込んでいくってことは、まあ、ものすごい時間がかかることなのに、そう、まあ、それを考えるとね、私が一人でこれから例えば50年生きたとしても一人で生きることっていうのはあの、まあ、そんなに多くないよ、うん、まあ、そこでああ同じだちょっと周りに何かちょっとキョロキョロしちゃったけど誰も気づかない程度におなら出ちゃったで、まあ、その中で、まあ、多くの人と知り合いながら多くのね現代社会の今の現代を記録していくっていう写真を、まあ、撮り続けていきたいなと思っています。はい、カメラ買わなくちゃね。そうカメラ、うん、そう買わなくちゃ。カメラ買っちゃう？2ヶ月あれば買って買えないことはないけれど、どうなんだろう、ちょっと悩んじゃうな、はい、中期目標は、まあ、10年でしょ、3年にしよう、うん、じゃあ5番目と6番目は、3年以内に達成したいという、目標。そう、うん、3年以内だとね、まあさ、YouTube を続けているよりも毎月写真集を出し続けるって方が辛い。そう、辛い。なんだろう、写真を撮り続けていく上で、なんだろうな、まあ、人によると思うんだけど、私は日常の中だけにそのリアルを求め始めると。日常の中じゃなくて、まあ、普段の生活の中プラスアルファに、自分の中の写真のリアルを突き詰めていきたいっていうのが、まあ、正直なところなんだけど、そうね、スマホのカメラ、まあ、スマホでのカメラでも十分だと思ってるんだけど、まあ、それにしても常に写真を意識し続けるっていうのはものすごく労力必要、まあ、だから、まあ、それをできるかったら、まあね、正直あの、切り替え、いやでもできてたんだよね。
そう、うん、意識の持ちようなんだよな。そうだから、まあ、写真と YouTube の意識の持ちようをどうやって高水準でリンクさせていくかっていうことが、まあ、課題だよね。となると、あ、となると3年後の目標としては、コンテンツ制作と、そう、私は何年後ね、いや、それは3年後じゃないか、3年後じゃまあちょっと遅すぎるとか遠すぎる、まあ、急に風が強めたくなってきた。コンビニがやってたら、まあ、ビール買ってきて開けようかって気になるんだけど、まあ、お酒やめたからね、お酒やめたから、まあ、もうビールは、うん、3年後ね、3年後、そうね、3年後、なんだろう、何がかな、3年後、3年後というと私もう52くらいで、そう、3年後ね、まあ、16時間断食が終わって、まあ、体重が私がまあ66キロぐらいになってる予定なのよ。そうで、今私が、ちょうど98、体重が98くらいだから、まあ、66キロでしょ、まあ、体重減った、今ね、イメージ中、体重が減って、もっとアグレッシブに動ける、まあね、まあ、いろいろ始めたいことはいっぱいあるんだけど、始めるとさ、なんかその、だんだん分かってきたんだけど、今住んでるここをベースで、ここだけをベースで何か始めると、結局ここに縛られるわけで、始めて、誰かに引き継がないことには適任のところに行けないわけよ。だから、まあ、今何か始めて引き継ぐ、もしくは引き継ぐもうやめるにしても、まあ、3年、今例えば3年後の話じゃなくて、今何か始めて3年後までに、3年間で何かやりきって、まあ、やめるなり引き継ぐなりしてるっていう意味では、まあ、今はまさに何か始めるタイミングとしてはいいタイミングよね。そうなれば、今何かをするっていうベースで考えるのなら、何がしたい、何するっていうことから話考えていこうか、まあ3年後ね、なかなか使ってお兄さんたちに乗れてるんで、中岡にもなんか昔ながらね、役立っぽい人たちが未だにいるのかと思うと、ちょっと、ね、びっくりした役だかどうかわかんないけどね、で3年後、まあ、そこで、まあ、今ね、今現在進行で系で私がやりたいと思ってるのは、まあ、YouTube をもっとね、写真とか表現、自分を表現してる、表現する媒体に変化していきたいっていうのと、それと、だからまあ、動画っていうか、もうポッドキャストはポッドキャストで面白いんだけど、こう、まあ楽だしね、楽だけど、もっと表現として、そう、私の、表現手段の一つとして動画を紹介させていきたいなっていうふうになんか思ってて、今止まってるマコイズムもそうだけど、まあ、アートっていうか、まあ、写真もそうだし、写真以外もそうなんだけど、言葉っていうかな、日本語もそうだけど、言葉の枠だけだと、ね、
あの言葉って枠だけだと、やっぱり狭いわけ。そう、どういうことかというと、まあ、日本語はさ、あの日本語が理解できる人しか分かんないな。で、日本語はさ、あの理解、日本語理解できる人だけでも、だってあの日本語理解できるって言っても全部理解するのは非常に難しい。ほんのわずかなニュアンスの違いで意味が全然違ってくるからね。そう、それに比べれば英語ってさ、まあ単純だから、単純なし、まあ知ってる人多いからっていう意味で、言葉で何かを表現するっていうことを考えるのなら当然英語の方が全然得よ。そう、得、うん、絶対英語の方がいい。そう、でも、それでもじゃあ世界にあの、均等に広がる可能性があるかって、こんなことはない。私は世界中の誰に対してもやっぱり自分を知ってもらいたいということになると、そうなるとやっぱり写真か、まあ、映像目で見て考えられるメディア、目で見て考えられるメディアに関してやっぱり突き詰めていきたいと思っていて、それは絵であったり写真であったりとか動画であったり、そう、動画も、言葉で説明するんじゃなくて絵と音楽だけで伝わるような、コンテンツっていうのが、重要なのかなとか思っています。はい、まあ、そんなわけで3年後でしょ。今やってる活動の現在進行形として3年後を考えるかな。何がいい？そう、まあ確かに、最近は、カラオケライブ、そう、ステージに立ってカラオケで歌うなんていうことをちょっとね依頼されてすることも増えてるけど、まあ、カラオケライブにしても、まあ、音楽にしても音楽結局のところさ、言葉だから、そうすると、まあ、やっぱり、言葉の限界があるよね。そういう意味ではアニソン、まあ、アニメってさ、分かる？結構面白いと思うんだけど、イタリア人は世界、イタリア人もフランス人もそうだけど、イタリアもフランスも、あとアラブの人も、まあサウジアラビアは中心だよね、アラブの人も、世界で日本のアニメを一番見てるのは、そう、アラブ人だと思ってるし、フランス人だと思ってるし、イタリア人だと思ってるの。確かに、調べるとイタリアでもフランスでも、サウジアラビアでも、もう新しいアニメ、そう、今日放送されたっていうのがもう、今日中に翻訳されて、まあ、明日には放送されてるみたいなのが、まあ、そういうねアニメチャンネルもあって、それはね、アメリカもそうかもしれないね、まあ、世界中あっちこっちでね、日本のアニメは日本人が思っているよりもリアルタイムでいろんな人がもう見てるっていう状況なの。でもアニメもやっぱりそこの国に翻訳されて作られたりするわけで、そう、全部が日本語で理解できるわけじゃない。でも、まあ、そういう意味ではアニメっていう糸口、きっかけの中で、こうなると、アニソンっていいんじゃないかなと思ってる、まあ、日本のね素晴らしい曲もいっぱいあるんだけど、聞く人がわからないことには、まあ聞く人が何のこっちゃかわかんないっていうことになると、何の意味もないから、そうね、アニソンライブ、そう、まあね、なんだろう、私も音楽やってみて、まあ、もうちっちゃい頃からね、歌うの大好きだったの。カセットテープを押して歌って、もう家中で歌いまくりながら、お風呂でもずっと歌ってるっていうような子だったんだけど、そう、まあ、カラオケも好きだし、って感じなんだけど、今はもうね、いや、こんな暑い中にあんな長いルートを変えてる子がいるわ、足の中臭そう、まあ、それで、なんだ、それで、まあ、アニソンでもな、
枠、私の枠的にはどうなんだろう。そう、うん、アニソン中心のカラオケライブを続けていきたい。ちょっとね、別に書こう。そう、この10個の中に入れるとちょっと話がややこしくなるから、アニソン、うん、しかも海外に向けて、うん、まあね、全部英語、いや無理無理。そうそう、だいたい私の英語の発音で英語に翻訳して歌ったところで、まあそう、私の発音では多くの人が理解する、まあ、アニソンを、海外に向けて発信、そうね、そうで、まあ、長岡の中でもカラオケライブしたいと思ってるんだけど、カラオケライブしたいと思ってるんだけど、それはね、まあ、なんだろう、まあ、目立ちたい。私自身は何かしたいっていうのも目立つの好きだから、まあ、目立ちたいっていうのが正直なところで、もう一つは、まあ、長岡にいる間、まあ、長岡が活動中心の間は、積極的に慰問、そう、老人ホームに慰問したいと思うけど、うん、と、街中カラオケライブ、そう、で、そして、疑問、まあ、それはね、なんだろう、そう、なんか、まあ、昨日もちょっと喋ったかもしれないけど、もうね、アラフォー過ぎると、アラフォー後半になってくるとさ、これから先、自分の活動をどう社会に、社会に還元していこうかっていうことをやっぱ考えるわけ。そう。まあ、その中で自分がやりたいことの延長所にカラオケ、慰問活動っていうのは、まあね、歌も歌えるし、関わりも持てるっていうのは、まあ楽しいんじゃないかなと思ったわけ。そう。それが、まあ、私の今、私の、ね、頭の中で YouTube とは別に、写真とは別に、もう写真 YouTube 歌みたいな、まあ、そんな一つのテーマになってて、うん、感じなのよ。そうで、まあ、何今日は集中してない。いや、集中してるよ。そんな話してるもん、うん、集中してて、まあ、3年後ね、3年後、CD デビュー、いや、CD、今から CD デビューは夢がないな。そう、ポッドキャストね、まあ、こっちも、そんな難しくない。いやー、腰痛いの？なんだ？なんで腰が痛いんだ、こんなに。こんなに歩いてないけどな。え、なんだろう？どうかけた？私は、ジャズ、ボーカリ、に、別にジャズボーカリストになるのは簡単よ。自分で、名刺作って配れば、まあ、それだけで、なんだけど、まあ、そこでお金を取れるというか、まあ、人に呼んでもらえるボーカリストになれるかどうかはまたちょっと違ってくる。そう、まあね、ジャズボーカリストに、そう、あ、ちょっと書き直そう。私は人に、呼んでもらえるジャズアニソン
こうかりにだるものができました。ありがとうございます。素晴らしいね。新しいあの夢が明確になりました、うん。ジャズアニメボーカリストになるっていう夢ジャズって入れてるのはなぜかというと、ジャズってあの基本的に、まあ、そんな詳しくないけど、一本の筋道がある中で、自分の、ね、表現として膨らますことが許されるんです、うん。だからカラオケみたいに、もう一定した音楽、もうずっともう一定した音楽、なんだろう、カラオケってさ、点数取るにはね、本当リズムも音程もしっかり全部決められたもの通りに歌うっていうのが大事だけど、それはね、私は全然楽しくないんですよ。そう、自分なりな表現を声を通して自分なりの表現を入れて歌いたいわけだから、まあ、そういう意味じゃジャズアニメボーカリストっていうのが、私の中の一つの夢かななんていうふうに最近思ってますねえ、うん、こうなるとさ、もう一つあるな今写真家としての夢、まあ、3年後写真家としての夢って、写真家としての夢はもう現在進行形というか、今更夢っていう風に書くほどのものでもなくなっているのもそうね。そう、もう一つはダンスだよね。そう、ダンス、うん、ダンスユニットをしたいな。そう、ダンスユニット、うん、そうダンスユニットをしたいと思っているんだけど、どうだろうな、ダンスユニットをしたいなとか思ってるんだけど、まあ、ダンスユニットを、やりたい。どういうダンスユニットをやりたいかっていうと、どうだろうな、LGBTQ というか、まあ、トランスジェンダーの子でダンス、一緒に私とトランスジェンダーの子でダンスしようって声かけられるような人なんていないしね。そう、まあでも探すか、探す、東京だったらさ、関東だったらもう簡単にじゃないけど見つかるけど、長岡で見つけられる気がしないんだけど、まあ、やりようもあるよね。やりようもあるよ。そう、やりようもある。3年後にそのダンスユニットを誰かに移管するっていう前提、まあだったらいや今からやり始めなきゃいけないよね。どうする？3年後にそのトランスジェンダーのトランスユニットを誰かに移管するってことになれば、それはもう始めなきゃいけないってことだよね。そう、そう、田中くん、いやーそこに田中くんに、とりあえず田中くんに相談だな。では、6番目、私のトランスジェンダー男性のダンス、引退する。引退、引退、そうだから、
がとうございます。これがいい。そう、私のトランスジェンダーだけの、ダンスユニットを引退することができました。あ、これいいね。そう、これにしよう。で、7番目、3年以内だから7番目、短期目標ね、短期目標を1年にしようか。1年、はい、7番目。さあ、7番目まで行った。そう、座ってると寒いね、やっぱ。そうね、どうしよう、そう、いや、ムービーにする？いや、ムービー撮れるかな？いや、ちょっとここから試験的にムービーに使います。なので、ここで一旦収録終了。